コロナにかかったかもしれないと思った時に、どうしたらいいかっていうところなんですけれども、例えば発熱があった、匂いがしにくい、コロナかもって思うのではなくてですね、まあ発熱っていうのは基本的にはそれ以外の病気でももちろん起こることなので、発熱がコロナによるものなのか、それ以外の病気によるものなのかっていうのを判断する必要があります。その時に、まずはかかりつけの病院さんに、相談をしてもらうのが一番になります。ただ子どもさんであったりとか持病がない方っていうのはもちろんかかりつけの病院がないと思いますので、そういう時は保健所に相談をしてもらって、まあ、必要な検査、必要な受診先をつなげていくことをしています。